これいいよ。ちょっとこれが九州ブリブリブリ。あーすごい。なんだったっけ、グリーンモールを取ってどっかに行ってるという状況です。今現在ここで飲むぜ。これこれですよ、ハロデーで買ってきたこれ。これこの先をこうスポット入れるとこのね真空で断熱してくるんですよ。178円。飲むぜ、発症しながら。うん、そんなうまくないかな。まあいいや。でもこれすごい冷たいままで飲めるんでですね、視聴者の方がおすすめしてくれました。ドレさんは缶丸ごといける方でしょみたいな。まあもちろん注いでもいいんですけどね。これはねライフハックですね、やっぱ。はいはい、いいいいとこだね。ラーメン食べ行こう。ありがとうございます。ホテルビアインさん、駅前ですね。駅前のすぐ下にある、すぐ下、味噌ラーメン専門店。北海道と信州味噌と九州か、九州とあれでやろうよ。楽しいです。やってみましょう。あ、好きなもん頼めばいいけど思うけどね。俺何年も行って初めてなんですけど、本当ラーメン食べなくて申し訳ない。よいしょ。タラコの商店でも有名ですね。そうなんだよ、本当行ったことなくて。昼もやってんだ。手前にこっちこっちこっち。内装もいいですね。お、いい匂いする。分かりにくいけど、分かりにくいけど分かりやすいものはドーンって出してるんじゃない。北海道味噌、伊勢味噌、山椒、トッピング餃子。分からん、何があるのか分からん。いいですね。北海道、信州、九州、麦味噌か。麦味噌好きなんだけどな、なんか合わないな。北海道が良さそうだな。北海道味噌は濃い口で、信州味噌はやや濃い口で、麦味噌あの甘口なんだ。麦味噌はね僕好きね、結構ね好きなんだけど、ラーメンで食おうとは思わないな。あ、なるほど。うん、辛味噌野菜ラーメン、ちょっと美味しそうですね。辛味噌ぐらいにしよっかな、安いし。これでいいや。はい、続いて清潔な店でいい感じですね。ただこの店でもいいですね。結局北海道味噌と伊勢味噌を買うんだから、あとは三種盛りかと酒ですね。まあそんな高くないんで来ればいいんですけど、僕ラーメン禁止令がね、禁止令ではないけど年に1回かしか食べなくて、ただこの商店って初です。北海道味噌濃くて美味しそう。肉味噌はね、僕味噌汁の人が好き。ああ、なるほど。その辺で拾った貝をやるんで、拾うのは行こうよ、山口県は。はい、まあまあ、でもできちゃうね。食べると撮ってますよ。はい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 。じゃあ、いただきます。乾杯しようよ。乾杯。よし、乾杯です。これいいよ。ちょっと470円で2人分入ってたら、これシナチクね、いいよ。これネギはラーメンでいいよね。これシナチクじゃない。美味しい。美味しい、これいいっすよ。ふにゃふにゃのシナチクだ。あ、すごいじゃん。あ、そうなんですか。そうなんですよ。何万人でしたっけ。え、何万人でしたっけ。何万人も言わせる。これ何、これ何。すいません、伊勢味噌の肉ネギ。これすごいじゃん、ね、ネギが。そうっす、美味しそうじゃん。ぜひぜひ、確かに、うん、はい、すごい匂いも香りもいいです。これちょっと野菜がいいっすね、こっちに比べたら。これの方がいいな、うん、食べていこう。はい、これですよ。具も入れてこうね、後で。九州の辛味噌みたいな感じかな。あ、ネギが美味しい。しっかりした味噌だな。九州じゃない、北海道か。さあ、ネギはまかろう。ネギがうまいですね。どんだけ入ってるの、うまいよ。ちょっと、伊勢の味噌をちょっともらおう。なんかネギも溶かしてる。あ、全然違う。全然違うぜ。ちょっと入れかすんだ。これ、まっぽい。ネギも溶かしてください。これ北海道か、北海道か。全然違う、ね、これ楽しめる。これ楽しめる。これめっちゃ楽しめる。すっげー楽しい。あ、そっか、何種類もね。何が甘くて何が辛いとかいう。そうですね。おー、ネギ欲しいけど、味はこっちの方が好き。いやいや、でもネギちょっと、これでネギの方がいいよね。うん、そうですね。北海道うまいな、やっぱ北海道。辛い。このヒゲ状の
これ辛い、うん、これ贅沢だよ。いやちょっといいですよ、食べて。ちょっとネギちょっと左手、そうです。絵でちょっと、はい、ネギマジネギね、やっぱ好きだわ。うまいですね。こっちはもやしもあるけど、はい、そっちの両方ある。やっぱネギ、あ、こっちにあるネギ。あ、ありますね。ぜひこれ具を入れよう、はい、具を入れよう。卵チャーシュー、ネギを追加して。そっちはネギたくさんだからもういらないよ、うん、これを、はい、どうぞ、うんうん、あ、どうぞ。水崎さん、どうぞ。いただきます。すいません、ありがとうございます。あ、いいね、豪華だよ。プラス、プラス1人200円だよ。、うん、あ、高菜も入ってて、高菜も入ってんだ。はい、高菜というか、青さなの。青さなんか入れないでしょ。高菜の、高菜の、高菜分からんけど、これなんかすごいもっさりしてて食べにくいけど美味しい、美味しい。青さでしたね、やっぱね。青さなん、すごい、青さが入ってる、うん、中に。すごいね、青さか。これが九州じゃなかった、北海道だ。何回も見つるね。あの辛めのやつです、濃い濃いめの。これが青さも入ってるという伊勢の味噌。これも美味しかったね。濃さは北海道ほどじゃないけど、まあ、ネギがたくさん入ってて、はい、いいですよね。これでドーピングしていこう。辛子味噌があるから。秘伝味噌味噌だけ、ネギ唐辛子味噌。血管が爆発するぐらい、ブリ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 。あー、すごい。当たり前じゃん。生きるか死ぬかだよ。なんそれ、あ、唐辛子、あ、めっちゃ唐辛子。いや、死を覚悟しろ、田所翔太。それは言い過ぎでしょ、まあまあ。まあまあ言い過ぎ、一言言えないけど。まあまあ言い過ぎ。でもね、辛みはすっきりしてて嫌じゃないんだ。おう、うん、全然すっきり食べれる感じ。はい、うん、ドーピングしてもね。ドーピングしても、いい。これはね、さっぱりしてていいね。すごい、全然違う。でも濃厚なんだよ、うん、こっちはね、もうこってこてのね、辛味噌って感じなんだけど、それはそれで美味しかった。ごちそうさまでした。野菜もね、やっぱり野菜濃いめなんで、野菜結構のした方がいい。メニュー的にね、そういうのを選んだ方がいいと思います。田所翔太さんでした。まだ酒合うぜ。これ本当にそうなの、高血圧にむしろならないみたいな思うんですけどね。結構お客さんいますよ、楽しそうに食べてる。みんな幸せそう。いいじゃん、幸せそうな店で ね、賑わってていいっすね、うん、ほどほどにね、おしゃれだし。これか、このめちゃくちゃ味くそうまいよ、これ。これめっちゃうまかったね。こんなホロホロのメンマがあるかみたいな。値段もまあそこそこだね。いい、悪くないね。お土産もちゃんとしてるわ。これ買おう。嫁さん、嫁さん喜ぶわ。お待たせいたしました。あ、これもお願いしますね。締めは串本でいこう。串本だ。情報量が多いですね。情報量多い。でも行くよ。さあ、続きです。やっていきましょう。俺はライムサワーと、あなたは生ドライヤー。はい、ジョフミル。ういー、でもうまい。ここの鶏皮ね、お通しね、すごいの。なんか表現として卵の味がするんですよね、皮なのに、うん、これね、ぜひ味わってほしいんですよね。あの、相方も同意してくれてますんで。ほんとその通り、卵の味が不思議ですよね。言えてみます、ほんとに。仕入れの問題かな、うん、面白いんで。続いては叩きですね。これもうまいんだよね。今日はね、ちょっといろいろあれがあって、生系のレバーとか、あれが、なかったんで言えないね。でもこれ、たたき、全然うまいんでね、お江戸にたたき。あ、もう来たよ。まだライムサイはあるよ。いや、楽しくやろう。